こんにちは橋本彩子です、えー、と今日のテーマはですね女性性と男性性のバランスをとりながらビジネスを加速させる方法ということでお話をさせていただきます。 えっと、まあ、なんでこの話をしようかなと思ったかというと、私が今全国に行ってまして、女性性と男性性のバランスをうまく取りながらビジネスされている方ですね。っておっしゃっていただくことが増えてきたんですよね。で、まあ、あんまり意識はしていなかったんですけれども、あの女性が女性らしく生きるっていうことを、今年のテーマに私は掲げておりまして。 男性と張り合うのではない女性らしい働き方ってあると思うし女性らしく幸せに生きても男性と同じぐらいとかまあ自分が望む収入を得る方法っていうのはあると思うので頑張りすぎずに女性が美しさとか潤いとかを保ちながらでもビジネスでも成功する方法っていうのを私は極めていきたいなと思ってます。 なんでかって言うと私自身が美しい女性が大好きなんですよね。女優さんとかでもやっぱり、まあ、見てて、まあ、特にですねビジネスで成果を出しててでも美しいっていう方っていらっしゃるので自分自身がそうなりたいなと思ってあのそのような方を参考にさせていただいてるんですけれども私自身も あのまあ、すごく仕事大好きビジネス大好きワーカーホリック20代の頃は寝ないで働く3日間連続ぶっ通しで徹夜とかですね会社に2週間泊まり続けるとかもうめちゃくちゃしてましたもう何だろう自分の体のことなんて何にもかまってないし。 服も買わない化粧もしないみたいな20代を過ごしてましてあのピチピチの若いあの時代ですよね。をまあそんな風に過ごしてたんです。まあ、もう女性性を封印してたわけではないんですけれども、あのー、ビジネスで何かをこう自分の独自のビジネスを確立したいっていうところにフォーカスを当てまして、まあ、そこで最大限やりきったかなと。 ストイックにやできたかなっていう意味で後悔は全くないですなので、まあ、周りは恋愛したり結婚したり出産したりっていうのが同年代の子たち女の子たちはそのようにして、まあ、仕事リタイアしたりとかをしてたんですけれども、まあ、若いうちからあんまり周りと自分を比べてどうとかってそこまで深くは考えてなくってとにかく仕事が楽しすぎた。 もうコピーライティング大好きオタクみたいなもうネットマーケティングが本当に楽しくっていっも楽しい人だったんですよねで本当に30代過ぎてもなんだろう女になるっていうのは二の次みたいな感じでそれなりに女性としての人生は楽しいんではいると思うんですけれどもでも仕事が一番かなって生き方をしてきました。 ででもですねあの、やっぱりいろんなその女性起業家さんとか女性でお仕事されてる方を見てると男性と張り合う感じの何かかっこよさっていうのかなじゃない方人の方がうまくいってる感があるんですよね。あのちょっととと、柔らかさとか、かかさしなやかな感じかな。や感じあと なんだろう女性として綺麗にしてる方がやっぱり男性受けもいいですし張り合わずに男性を立てて可愛がってもらうっていうことはとっても大事なんですけれどもでもその可愛がってもらうを勘違いするとただの何にもできないなんかあのダメな子みたいなふになっちゃうんですね。なんで 自分が自分でできることを確立した状態で男性と一緒に仕事をする。で仕事はビジネスなので男性社会なんですよね日本においてビジネスっていうのは。で男性社会でを渡り合っていくには必ず相手に対してメリットを提供するっていうことが大事なのでやっぱり自分がその男性と関わってビジネスをしていくのであれば 相手にも関わることへのメメリリッット、トビジネス的なメリットを確実に提供することが大事です。若い女の子20代の女の子だとまあ男性からすると一緒にいるだけで嬉しいとかなんかちょっと女を武器にするだけで良かったりするんですけれどもでも女を武器にすると言っても限界はあるし女を武器にしてそれで喜んでる男性って っていうのは中途半端な人かななっていう印象はありますあの中途半端なお金持ちっていうのかな、まあ、お金持ちの方でも中途半端な人だとあの、まあ、女の人は女,、まあ、女の子として見るんですけれども本当の超お金持ち億万長者になってくるとあの女をだけを武器にしてる人じゃなくて あのちゃんと自分のビジネスを確立して稼いいいでるる女性に興味を持っていただけることが多いかなっていう印象がありますなので、まあ、せっかく女性に生まれてビジネスをするのであれば中途半端な人じゃなくってやっぱり一流の人と関わるような関われるような自分になっておいた方が絶対にこう広がりがあるしもう嫌な思いはしないかなって。 思うんですよね、その男性が本当にいい男性がよく扱ってくれる女性としても扱ってくれるんですけれども人間として尊重してくれて、まあ、それで自分の仕事に対しての自己肯定感とか自信があのついてくるので本当にやっぱり仕事で努力をするっていう意味においては男性性を思いっきり発揮する必要はあるかなと思います。 まあ今でも没頭するとですねもう私一日中なんかブログをゴリゴリと更新したりとか、まあ、今もこの YouTube の動画にハマってるのでなんかできる限り配信したいなと思ってますしやっぱりこう人一倍努力をしたいな分からないことは分かりたいしあのシステムとかも自分で作ったりするんですよねそれも研究してそういったところはすごく男性的だね って言われるんですけれどもでも実際男性と関わって肩を並べて一緒にお仕事をするっていうシーンでは女性らしさを出した方がそれがなんか男性に対するマナーとかサービス精神かなって思いますなのでなんか変に張り合って自分の女性性を封印するとなんか相手をがっかりさせちゃったりとかなんかちょっともったいないなと思うのでなんかこうせめて まあ例えばお化粧するとかあの華やかなちょっと鼻のある服を着ていくとかあのふんわりした素材のシフォンとかシルクとかの素材の服を着るとか髪の毛もちょっとゆるふわあの真っ黒ストレートよりもちょっと茶色っぽくってゆるふわな方が男性受けはいいので、まあ、そういったヘアスタイルにしてみるとかスカートパンツではなくて必ずスカートとか。 結構そこはこだわってますね。なので男性と会うときと女性と会うときとその女性も目上の女性との年下の女性と会うときとも全然やっぱりファッションとかメイクって私は変えてます。はいまあ、それはファッションっていうのはコミュニケーションなので TPO に応じて相手が求める自分でを演出するっていうことが大事ですね。なので、まあ、目上の女性 でまあ、ちょっと何だろうパワーの強いような立てないといけない立てる必要のある女性に会う時は相手の女性を立てるようなファッションをしてますし男性に会う時は、まあ、男性が好むような、まあ、ちょっと柔らかいパステルカラーとか、まあ、そういった色合いの服を着たりとかあとまあ品を良くするっていうことは、まあ、男性女性問わずとっても大事かなと思ってます。 でまあ、自分が女性が女性らしくあってメイクしたりファッションしたりおしゃれするっていうのはあのマナーっていうか私は仕事だと思ってるので仕事あのもともとあんまりそういうのは好きじゃなかったというかやっぱり自分の女性性を出すにはすごく抵抗のある人だったんですよね。自分が すごくなんかこう見た目に自信があるかというと全然そうでもないですしなんかスカートなんか履いてどうしちゃったのって思われたら恥ずかしいしみたいなふうな思ってた人なんですけれども実際やり始めると慣れるし男性が集まる場に行くとやっぱ女性らしさを際立たせてた方がやっぱりその場がちょっと柔らかくなるかなと思うので女性って男性にとって温泉のような。 役割でいいっったらいいかなと思ってますあの自分が一人でこう源泉が湧いてくるみたいなの自己愛が湧き出す源泉のような風な温泉のような存在になってると、まあ、そこにちょっと気持ちよさそうで疲れたいなって思う男性が集まってくるんじゃないかなと憶測なんですけれどもはいなので、まあ、自分の女性性をあの解放解放した方が ビジネスも全然うまくいくようになったし、収入も上がりましたし、あの人がついてくるようになった。でもそうなるためには、頑張りすぎないっていうことがとっても大事かなと思います。あの頑張りすぎないってどういうことかっていうと、自分じゃなくってもできることは人に任せるようにどんどんしてますね。なので、あの自分が頑張ら頑張ってると、その頑張ってるところに隙はないので。 なんかあの人頑張ってるからちょっとなんか誘いづらいなとかなんかあのさ支え手を差し伸べたいけどでもなんか別に自分必要ないかって思われちゃったりするんですけれどもでも自分が何かを手放すと周りのサポートって入ってくるので,で自分が動けなくっても動いてくれる周りがいるんだっていう安心感がですねやっぱりその表情の柔らかさだったりとか発するオーラの あのオーラが優しくなったりとかっていうことにつながっていくので委ねるるといいいうことを意識してみるといいかなと思いますなのでメリハリハですよね頑張りどころと委ねるところを自分自身で把握しておいて自分の得意分野私であれば音声、まあ、あの文章で伝えたいことを伝えるとか。 メルマガの文章を書くとかあとビジネスの戦略とか仕組み作りの部分は得意分野なのでそこはしっかり男性性を発揮して頑張るんですけれどもそうじゃない苦手なところとかはもう今は人に任せてますねなので女性はですね頑張らない方がうまくいくあの好きなことを頑張るあと目の前のことで仕事を 楽しむっていうことかなと思います。義務感で何かをやるあの、まあ、ネガティブな感情になるぐらいだったらやらない方がいいかなと思うので、まあ、ニコニコと笑顔でおしゃれしてメイクして人と関わっていけるっていうことがあの、まあ、それが女性らしく仕事をしてビジネスを成功させる上で 大事なことなんじゃないかなと私は思ってますので、女性起業家さんで月収7桁行きたいっていう方はぜひその辺も意識してみてください。